はい、本日ですね、春夏に買うべきノースフェイスのアイテムはどれだというところでね、ご紹介していきたいなと思います。で、僕の視聴者さんで結構ノースフェイスがお好きな方多いんで、結構持ってはる方多いと思うんですけども、逆に言うとそんだけノースフェイサーたちはですね、ここは抑えてるんだというところをね、ご紹介させていただこうと思いますので、本日の流れとしてはですね、この2022年現在で買うべきノースフェイスの春夏アイテムというところに特化して、ね、いきたいなと思います。まあ、冬場やったらダウンジャケットとかあったりするんだけども、夏はもちろんないですよね。だからこれからの時期に向けてね、買うものをご紹介していこうと思いますので、よろしくお願いします。なのでね、ヘビーリスナーさんからしたらですね、あ、復習ですかと、あのいつもやってるところの復習ですかと思っていただければいいですし、あの初見の人からしたら、ノースフェイス好きな人ってこういうところを抑えてはんねやと思っていただければいいかなということで、まず一つ目っていうのがですね、足元いきましょう。ズドン、この僕が今履いているパンツになっております。で、このパンツといえばですね、せーの、アルバインライトパンツということで、もうこれは皆さん分かってると思うんですけどもね、ここにロゴが入ってて、ノースフェイスってロゴが入ってるんですけども、このアルバインライトパンツ何がええのというと、めちゃくちゃストレッチ性あるやないかいと。こんな体勢したら普通突っ張るのに全く突っ張らへんし、こうやってアキレス腱伸ばしてもいいし、まあ、ランニングされてる方とかもね、全然いいかなと思うし、家でこうただね、寝転びたい方なんかもね、こうやってこんな体勢しててもいいしね、こんな体勢しててもいいしね、こんな体勢しててもええんやけども、全然しんどよくないんですよ。そやからね、これはね、1本持っといて間違いないと思います。で、1本持ったら大体みんなカラー違いで2本目いきます。まあ、そんなパンツなんでね、まあ、とりあえず黙って買っときましょうということが、これ1本目ですね。これは春夏に出るんかな、おそらく。で、秋冬出てるか出てないかわからないけども、この春夏も出てるんですけどもね、やっぱ人気の色とかなくなっちゃうんで、まあ早めがいいかなということで、で、次2つ目っていうのがですね、ちょっと半ズボンいきましょう。半ズボンどれかというと、こちらこのね、バーサタイルショーツですね。で、これバーサタイルのロングもあるんですよ。で、ロングもね、結構いいんですけど、ちょっと人によって好き嫌いあって、僕は結構好きで、これ今回入れようかなと思ったんだけども、まあ人によってあんまどうかなと思ったんでね、まあショーツの方は誰でも履けるから、まあ、このショーツはね、1本あったらええでしょうということで、入れさせていただきました。で、これはね、これからの時期、夏場のキャンプ、アウトドア、海とかってなった時も、もうとにかくこれでいけるし、街中もこれでいけるし、旅行行く時もこれでね、ちっちゃくなるし、乾きも早いんですよ。だからまあ1個持っといて、まあ損はないでしょうということなんですが、ただこの間のところからね、ちょっとマグナムが見えたりとか、お稲荷さんが見えるっていうところはね、いつも注意してくださいっていうのは言ってると思うんですけども、これが見えちゃうとね、マグナム夏の陣っていうのがありますので、それはご注意くださいということなんで、こういったショーツもね、いいんじゃないかということになってます。で、次にもう一個小物になってくるんですけど、何かっていうとボディバッグね。で、ノースフェイスのボディバッグって確かによく見るねという方多いと思うんですけども、ノースフェイスのボディバッグいっぱい持ってる人と持ってない人の見極め方があるんですよ。何かというと、いっぱい持ってる人はどこに行くかというとね、ここに行きます。オリオンというボディバッグに行きます。もうこれはね、必然なんです。夏場の海でね、ビキニの女の人を見たら必然的に目で追っちゃうでしょ。あれと一緒、あれってもう人間の本能、男の本能なんですよね。見るなって言われたってこうやってやっぱ見ちゃうんですよ。それと一緒で、いっぱい持ってたとにかくオリオンに絶対行くんですよ。ただ持ってない方、初めてボディバッグ買おうかなってなったら、大体スイープってもう一個の方行くんですね。この子なんですけどもね、まあこの子がね、一応まあ当店ナンバーワンということで、まあ一番広く人気があるスイープってボディバッグなんですけど、やっぱりクロートは結局ママのところ行くんですよ。だから最初は確かにナンバーワンの子ええなと思ったりするでしょ。あ、ナンバーワンの子がちょっと一回ちょっと飲んでみたいなとか喋ってみたいなとかって思ったりするんだけど、結局いろいろ持っていくとママなんよと、ママの安定感ってやっぱやばいんよと思うでしょ。それは人間に言えることでもあるんやけども、ノースフェイスについても言えることでもあるということなんで、ナンバーワンのスイープに行きがちやねんけども、あ、まだちょっといろいろ持ってないねんなと、いろいろ持ち出したらここママんとこ来るよということが、これママオリオンっていうんですけど、ママオリオンというバッグになっておりました。そしてね、次の3つ目4つ目かっていうのがね、次は、上着です。羽織る系なんやけどもね、結構羽織る系ってノースフェイス夏場はね、とにかくランニングに寄ったりとかね、とにかくキャンプとかその登山に寄っちゃうからね、あんま街中で着るこう上着というかシェルっていうかないんですよね。少ないんですよ。だからまあその中でも何って言われると、この辺りになってくるんかなということで、まあ、不動の人気のやつがあるんですけどね、それが何っていうと、スワローテールジャケットっていうのがあって、こうやってまあ薄いねんけど、パッて羽織るような感じのってやっぱいるじゃないですか。で、そうなった時にね、まあ、ノースフェイスって言うたら何になってくんのって言われると、まあ、このスワローテールあたりがね、まあ薄くてさっと羽織れるような、ね、ジャケットになるんじゃないかなと思います。で、まあこれについてはね、特に喋ることないから、まあこれでもいいし、で、次のやつのね、似たようなね、マウンテンソフトなんとかっていうのがあるんやけども、これの方がもうちょっとスポーティーなんですよ。だからちょっとも伸びるんですよね。こうビヨーって伸びたりとかするから、結構見てください、伸びてんの分かります？ほら、
動いとってもね全く窮屈感がないんですよね。だからまあ見た目的にはそんなに大きく変わらへんねんけども、こう動く人とかランニングするとか、どっちかっていうと私服よりもスポーツとかでもね着たいっていう方はねこっちの方がいいかなと思ったりするんですけども、まあこの辺りがまあちょっとした上着というかさっと羽織るぐらいの上着としてはいいんかなというところですね。そしてね最後にご紹介するのがやっぱり梅雨時期、これからちょっと夏前の梅雨ってあるじゃないですか。そういう時どうしようかなと思ったらね、今までとかやったらね一応2個だけ候補出しときます。でまあそれで選んでください。でまあそれはどっちでもいいんやけども、まあまず一つっていうのがこちらのジャケット、一回着てみましょうか。これがねクラウドジャケットっていうジャケットなんです。でそういうジャケットなんやけども、他にねクリソツのね、これも空から始まりますけどクライムライトジャケットってあるんですよ。でこれ今年からちょっと仕様変わってるんですね。だから今までとかやって入れとったんやけども、今年から仕様変わってレビューとか見とってもちょっとやっぱ評価落ちてました。皆さんのイメージもちょっと下がってたんかなっていうことで、逆にようなったよっていう人もいてるとは思うんですけど、僕も個人的にはちょっとまあ下がったかなっていうことでねあえて入れてません。なのでまあこのね昔から従業員としてねあのこの工場を回してくれてたこのベテランのねジャケットがやっぱいいんかなということでね、結局はまあ元に戻っていくんですよね。さっきのボディバッグじゃないけども、一瞬はこう目新しいものに行くんやけども、やっぱりこのクラウドがずっと支え続けてくれてたあのゴアテックス最安値って言われたら、あこのクラウドジャケット、ノースフェイスの中ですよ、ノースフェイスの中で言うたら一番最安値って言ったら、まあ、このクラウドとか次に紹介するジャケットあるんですけど、まあ、そのあたりかなっていう時にこれやったらもう全く水通しません。だから大雨が来ようが台風が来ようがこれさえ着とけば濡れる心配はないというジャケットになっているので、まあ、この辺は持っといて損がないんじゃないかと。でこっから、後々ステップしていくとラオジャケットっていうのがありますので、そのラオジャケットは後々のステップで構いません。まずはこういったね北斗シリーズに慣れてください。あこう北斗シリーズってやっぱすごいねんなと、ちゃんと水も通さへんし風も通さへんしということでね、そういったところからまず入門していただいて、でまだ比較的ね取り扱いしやすいっていうのがこちらですね。で最後のおすすめ品ということで、これマウンテンレインテックスって言ってね、僕結構いつもノースフェイスで言うとねこれ大体いいですよって言うんやけど、これに関しては春夏も出てて秋冬も出てるんですよ。だから年に2回ね新色が出てきますので、それぞれの気に入ったカラーをその時に買うっていうスタイルでいいと思います。あ春先ちょっと微妙やなと、色味ちょっとピンクすぎるなとか明るすぎるなと思ったら春は見送って、次逆に秋口のちょっとシックな落ち着いた、まあ、こういった色味もねちょっと落ち着いてますけどね、これ確か秋ぐらいに出た色味なんやけども、まあ、これをね春に着るとか夏に着るとかね梅雨時期に着るっていうのも全然いいとは思うんですけど、この辺はねいいかなと思います。っていうのもねフードがあるかないかって全くどうでもいい人からしたらどうでもいいんですよ。僕もね今まではどうでもいいと思ってた。ただ僕ってだだって言ったけど、あのバイク乗ってるでしょ、バイク乗ってる時フードあったらねフードでねこう釣られるんですよ。グッて釣られてね高速道路が乗ってたりしたらねちょっと危ないんですよ。こう首がグッて締まってくる感じあるから、やっぱりこういったフードをね収納できるタイプにしとけば、高速道路が風ガーって受けたとしてもフードが引っ張られへんからね安心して乗れるんですよ。なのでこれは値段的にもね、定価が3万円ぐらいだけども大体2万円半ば、だから5000円オフとか1万円オフぐらいで売ってると思います。このクラウドジャケットもそう売ってて、まあもちろんお店ではね直営店とか行ったら定価で売ってますけども、定価なんですけどもね、オンラインとかやったら結構 20% オフ 30% オフってあったりするんで、まあ、それは下の動画説明欄にねリンク貼ってるんですけども、そういった感じでねこう一周回っていって結局平等な目で見たら何が残るのって言ったら多分この辺が残ると思います。でノースフェイスのあなためっちゃうなずいてるでしょ、そう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 、それなんよって思っていただいてると思うんですけども、まあ、本当にそうなんですよね。でなんでお前そんな偉そうなこと言えねんって思われるかもしれないんですけどね、これ見てくださいよ。僕がねこうやって喋ってる側にはねこうやっていろんな服があるわけなんですけど、見てください、もういろんな服を購入させていただいてね、このノースフェイスとかもいっぱいありますけどね、いろんな服を購入させていただいて、ここだけでも100着以上はねあるかなと思うんですけども、まあ春夏で言うならばこのね7着8着かわからんけどもこの辺りかなというところです。ただこれも8月ぐらいまでですね、もう9月なんてきたら次長袖とかになってくるんであれなんですけど、今の時期から8月ぐらいまではねこんな感じでいけるんかなということでね今回ご紹介をさせていただきました。どっちかっていうとねノースフェイスは僕個人的にはねやっぱりジャケット系が強いっていうイメージと、あとダウンが強いっていうイメージなんで、秋冬の方がおすすめするやつ結構多いんですけども、まあ夏は夏でもねいいものもあったりするということなんで今回ご紹介させていただいたということで、本日はですねノースフェイスのおすすめアイテム春夏編をご紹介させていただいたという動画になってます。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。